山佐のさっちゃんお料理コーナー始まるよ。今回はかまぼこを使ってかまぼこの南蛮漬けを作るよ。まず玉ねぎを薄切りにします。人参を細切りします。ピーマンを細切りします。次にボウルに酢、白だし、砂糖を入れ混ぜ合わせます。そこに玉ねぎ、人参、ピーマンを入れて軽く混ぜ漬け込みます。かまぼこは板から外し約8ミリの厚さに切り、両面に片栗粉をまぶします。フライパンに少し多めのサラダ油を入れ熱し、先ほどのかまぼこを両面こんがりと焼きます。焼けたら油を切り、温かいうちに南蛮液に入れ混ぜます。冷めるまで置いて出来上がり。今回使用した材料はこちら。みんなも作ってみてね。また来週。